焼き鳥みたいなもん。あげ？あげ。ね。こちらの牛肉ですね。これを刺していきます。あれ、全然刺せない。全然刺せないです。全然刺せない、これ。よし。塩コショウを適量振っていきます。火を入れます。焼いてる間に隠し味を入れます。まずはピーナッツバターを2個ぐらい入れます。蜂蜜を、まあ、適量ですね。続きまして白ワイン、まあ、これぐらいですかね。混ぜます。はい、 OK です。で、途中で焼いて、あ、やべえ、間違えたな、俺作り方。本来だったら焼く前にピーナッツソースを塗らなきゃダメです。再度やっていきます。めちゃくちゃちょっと焼けちゃいました。煙もやばい。換気扇つけないとちょっとやばいね。あ、やばい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 。これで完成です。ちょっと火が、いただきます。うん、おいしいです。ピーナッツがうまいですね。もう塩コショウがちょっと若干効いてないかもしれないですけど、ピーナッツがもうやばいですね。ピーナッツってありますね。ごちそうさまでした。また明日もよろしくお願いします。絶対塩コショウあった方がいい。やってたやつだ。もっと下味をつけるっていう上では、ピーナッツバターのあのソースを作る前に、肉刺す前にもう肉に塩コショウ振ってビニール袋か何か入って揉み込むんですよ。